小守は、かつて存在した琉球王国の王家、第二直しの第二十三代当主、第二十二代当主公爵、小広氏の長男、玉川大学を卒業後、サムフォード大学にて MBA を取得。2019年5月に、一般社団法人琉球歴史文化、継承振興会を設立し、その代表理事を務める。三重県伊勢市に在住、市女4人、 伝統文化を継承し、沖縄県民の思いに応えるため久しぶりの生命祭を玉寮で行うことを2017年に決意した。しかし、1992年に父の小広氏が玉寮を那覇市に寄贈し、2000年には玉寮が琉球王国のグスク及び関連遺産群として世界遺産に登録されたため、那覇市の白間美木子市長を訪問した玉漁の使用に、 ついて、協力を要請していた。2018年4月6日、第二直しの歴代国王が葬られている、沖縄県那覇市首里の寮母、玉寮で、琉球王家の祖先を供養する、伝統祭事、生命祭を行った。一族7人と市町村代表ら来賓25人も、参加し、1970年代半ばに両親がいて、以来、約十五年ぶりに玉寮で行われる、 生命祭となった。儀式を終えた後、報道陣に、勘無料です。沖縄あっての名古屋なので、沖縄独自の文化を大切にし、県民のために様々な形で貢献していきたいと述べ、玉寮での生命祭については今後、毎年開催していきたいとしている。また、同年には、琉球王国時代の資料253点を、那覇市に寄贈し、8月9日に、 那覇市役所で主から感謝状の贈呈を受けている。この時、章守から、那覇市へ寄贈された38点の文書、1点の文書箱及び、石垣市立八重山博物館が2018年12月に、那覇市へ移譲した3点の名古屋文書について、2019年3月18日に、国の文化審議会は国宝へ追加指定するよう、 柴山正彦文部科学大臣に答申した。答申の対象となった41点の名をや文書には、琉球王国から明治新政府へ派遣された施設団の業務日誌、東京日記や琉球国王が正月の儀式の際に着用した衣装の記録などが含まれており、専門家は当時の琉球王国の対応や儀式の詳細を知る上で貴重な資料となるだろうと話している。 名古屋文書は2006年に沖縄県として戦後初の国宝に指定されている。ありがとうございます。